監督もこれ、はい、映画を作って約50年ですよね。そうですねまあ50年っていうことはやっぱりすごくて一体これそのえご自分で数えられますか何作目っていうの。130ぐらい撮ってるんじゃないですか。<へー> <laughs> 自分じゃね <laughs> うん もう本当はおもちゃのようになんか作りたくなると作っちゃうから、ね、そ,そんな簡単に作れちゃうものなんですかね僕の場合は最初の頃は安い300万円があって、うん、ピンク映画ってやれた時代ですからねだから僕はピンク映画を武器にして、うん、そういう腹の立つことを見ながらピンクでお色気あるのでて来るでしょ。うんうん 人ガツンとやすけるためう釣りの餌みたいなねもう餌をあげて劇場にじゃこっちのそうですね。もう勝ちだと思ってしたからね。でしかも今度そのなんていうか熱湯のとかそのもっとちっちゃい子だとゲームだとか座ったままでなんかやった気になってるというそう座ったままで戦争してるからねそうそうそう。 そういう意味で何かこう本当にこの世の中の今現にそのさっきもおっしゃいましたけどアフガンで戦争がやってるねイラクでやっててで今までよりも今までよりももっとその去年よりも今年のが人が死んでるわけですからそういう現実に対しても何もこう感じないしかもそれにこれも監督おっしゃいましたけど日本が間接的にでも加担しているというそのことへの痛みも感じないというそういう時代になっちゃってるんですね。 あるその沖縄の人をいろんな取材したり聞いた時ねあのベトナム行った時ね沖縄から来たって言っただけでね相当なんかあのあの文句やりたらしいんですよ恨みをねだからもう沖縄からどんどん飛んでいてベトナムバンバンやった,んやったんでしょんその前にあの太平洋戦争だけ,であのだけでも200万人ベトナムで死んでるわけだから。 その,以下あのベトナム戦争でどれだけ死んだかっていうのうそういうそのああの戦争っていうのはただただ人を殺すっていう頃ですからねんだから僕はあのー、なぜ女性と子供が犠牲になるかっていうのはちょうど1982年にねレバノンの要するにシャテーラキャンプっていうところにあのちょうど虐殺の2日後に行ったんですよ。うそうしたらもう女性の死体の山なんですよ。 それと子供の死体の山なんですよね。えー、でも、ものすごい人間のね、あの匂いっていうのはね、腐っていく匂いっていうのは。動物、普通の動物より匂いしますね。違うんですね。ね、うん、それなんでこんなに女性が多いんだって言ったらね。うんうん、女性は子供を産むから敵はもう殺すんだって。えー、で、子供を大きくなると、必ず復讐に来ると、うん、自爆行為に来ると。だから子供と女を全滅、うん、すればね。 要するにいいんだっていう戦争ってていいうう戦争のはもだから日本でもね、うん、おそらくもう中国とか向こうに行ってだいぶ殺してるんじゃないですか、うんうん、行った人たちは何にも言わないけども知らん顔してるけどもま,、ね、まあ相当あのもうだあやってるんじゃないもう,もうほとんど戦争っていうのはレープと殺しだけですからね。うん、だと思う。 に沖縄で上映したこれはどういう意図でえっと僕が6月どうしても6月19日からやりたかったのは、うん、ちょうど僕が助監督をんに50年前にやった時が、はい、太平洋戦50何年になるけども、うん、太平洋戦争と指名入り部隊っていうのをね助監督やったんですよ<ー>最初一番下っ端で。<ー>それで監督に 要するにその姫入り部隊と沖縄戦争とそれからかあ,のこうあの時の太陽戦争のことを全部資料集めとけ調べとけってやれで調べだったらもうのいや沖縄ってのは本当にひどいなと思ったわけですよ。なんでこんなことをねやってその姫入り部隊もね本当にこうやって自害をするように教育されたって。<laughs> それでまだに苦しんでるわけでしょ普天問題でね。うんでうん、だからこの前だから沖縄に行ってその沖縄十九日っていうのはそういう意味では十八日の日に軍の開催命令が出て十九日に要するにその悲鳴の部隊十四人が自害したんですよ。うん、僕はそこもまあ行くたびにあの行ってきますけどね。うん、で今度もプライアで行ったのはね。で沖縄なんでも六十五年もねこんなになってるんだと、うん、ねもっとまあ もう差別されててるっっ僕は言たんですよ普天間基地をねなんで東京に作らせねえんだってそういう運動やれって言ったんですよ。まあこうカットしてもいいからなぜかっていうとみんな日本守ってもらいたいって言ってるでしょそうそうそれそと東京にはさ国会もあるしさ皇居もあるしそれから立派な企業の本社もあるからね東京守ってもらいたいのが一番だろうとんで沖縄にこう言ってた で必ず僕はね言,言うのはあのー、例えばねあなたのうちのお子さんがね小学校2年のお子さんがね米軍3人レイプされたったらどう思うって自分に取り合いがして考えたら普天間基地はいらないってなるでしょうと、うん、沖縄基地小学校2年ですよ。の女の子ただのただの男ねあの米軍の男の大人3人レイプされてる そんなことがあるんですね。あるんですさ、それがもう一番のもうもうあのみんながも問題にやっと立ち上がった。その前はどうレイプがいっぱいあったわけですよ。うん、もう黙認なんです。もうもうみんなやっぱねそういう意味でやっぱあの基地で食ってる人もいるし、もうそういうのもやっぱりねあのそこで働いて食ってる人もいるからね。だからそういう意味で沖縄がどうしても十九時悲鳴舞台の 人が出会したっていう19日からやったんですよ本当にとみんなあの3月からすぐやったらって賞もらってすぐやれば客が来るからねやだとやっぱりそういう意味では沖縄っていうのは本当にこれが戦争だっていう現実がまだそうなんですよ目の前にあるわけですね目の前にあるんですそっから上映を始めるとそれでそれこれこれ全部その子供は500円ということでいくわけですねはあ。 ぜひこれね皆さんねえまあやっぱり親がね子供を連れて行ってもらいたいねそうですね見せないねちょっと勇気がいりますよね子供一人で行かないでしょだからのだから僕はね死体とかなんとかねそういうのを見せるべきだって例えばその原爆でも何でもね原爆中とこうなるんですよって幼稚園時代から見せないとダメだと。 だからなんかテレビなんか出て降りてほしいのはね、うん、各県に資料館を皆作れと <laughs> つまんねえね、うん、オペラハウスなんか作んなくてもいいから <laughs> ね、うん、もう資力は戦争と原爆の資料館を作って飲食、うん、でも何でもいいから幼稚園時代から戦争ってのこうな,なるとこうなるんだよって見せるとね、うんうん、いいんだけど今はもう。うん そういうの一切見せないじゃん。見てもこうリアルにあまり感じられないような気がするんですよ。あのフィクションで結構あるじゃないですか。あの全部フィクションでしょっていう。フィクションだから作り物はすぐわかるでしょ。で作り物でもそんな死体が焼き焦がれてるとかあの固固て固さがないとかっていうのはほとんど取らないで血だらけっていうのは残酷だっ残酷だとか残酷って戦争が残酷なんだから。戦争そのものが残酷なんだから。 だからもう自分たちで規制しているからどん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 こんな本当のやっぱ犠牲になっていくんですよ。うん、そうですね,そうですね,、まあ、ね本当にそういう今、想像力の枯渇しているような時代ですから、はい、ぜひ、この若松監督の最新作「キャタピラー」を見てですね、はいえー、戦争とは何だということを大人も子供も、はい、一緒になって考えてもらいたいということですね。本当に一人も人もといいから考えてくれと、はい そして、これを作った甲斐があったって思うんで,うです、ね。野球、はい、はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい